はい、それでは2024年2年向けの上級ゼミの江口クラスの解説,説明をさせていただきますレク・セニコー氏の江口ですじゃあ,あのえっとゼミの目標,目,標目的からですね説明していきますちょっとレジュメを用いて説明すると、まあ、目的はもちろん論文本試験の最終合格ということになりますねで、えー、合格レベルの答案作成と道筋 ののですねととゼミの関係についてちょっと説明しますで、ね、あの近年の傾向というのがすごくあってで、まあ、それなりに努力はしてもらわないといけないけどもただやっぱりステップがあるんですねであとはその本試験に対応した書き方特にあのここ23年の,その本試験の取材傾向特に令和3年ですね、まあ、そこからどういうことが要求されているかっていうのがかなり見え隠れしています。 で、その辺をしっかり押さえていけば確実に合格するだろうと、こういう話なんですね。で、まず、あの、習得していただかないといけないところというのもはっきりしていて、まず大把握ですね。で、平和く、平和大というのは、まあ、侵害の有無とか救理由の認定などを単純に問うと、そうですね。で、侵害してますかっていう問いに対して差し止め請求できますよって、こういう。 答えをするととこれちょっとおかしいです、ね、まあ姿勢をどういう姿勢で臨めばおむがえしで正確に答えられるか。でもう一つがね難易度というので商標権者の義務についてのメロとかね衣装制度による衣装を保護することの意義とか、まあ、対極的なところで、まあ、何を書いたらいいのかちょっと分かりにくいこういうものはねやっぱりきちっとふだんからら 理解をぐっと深めていけば書くことというのは見えてきます。ただですね。この平大と考えるところにまあ、最近ね。すごくその落とし穴があるということなんですね。で、例えば。<coughs> え、令和3年の問題ですけども、これ見てください。まあ、これあの受講された方は覚えておられると思いますけども、国内政権の問題なんですね。で、ちょっと問題を見ますと。 B が審査に付与された場合出願 B ですね B の特許請求の範囲に記載された発明がこれオッツが洗顔にある D との関係において虚偽利を有するかについて関連する特許法上の根拠条文の規定を必要な範囲で引用した上で国内優先権制度が設けられた趣旨に 必要な範囲で言及しつつとこういういい聞き方をしていますでこれは単に訴求項があるから拒絶されませんよっていうだけの問題なんですけどもじゃあ訴求項があるからということをさっと流して2区の2とか39条とか、えー、新規制とかを要件を言及していけばいいかというとこれ題が全然違うんですね。で何を聞いているかというとこれ規範をきちっと書いて。 当てはめなさいとで過去の例も含めてねここを要求してそうなんですねなのでこれちょっと回答例で細かい話はしませんけども下線部分が規範ですです当てはめなんですねなのでこの規範のシめるウェイトというのはかなりこの問題は大きい。なので単に、えー、事実をタッと並べてね訴求項があるで他の関係ない要件を書いても全然点数にならないと。 これがね近年の傾向なんですよだからこれに対応しないといけないということになりますね。ここですです、ね、でまあとは事実、えー、事例問題の場合はねいわゆる事実関係複雑なものも短期に把握しないといけないテクニックでなんとかなりますまあこれもゼミでしっかり習得していただくことですね。であと案案構成ですねどんな答案 えー、形で、えー、条文を用いて答えを出すかっていうことですけども要素の組み合わせですねであとで,で説明しますけども個々に出題頻度の高い要件ってありますね。でその説明パターンというのをしっかり押さえて組み合わせれば必然的に書けるようになるだから当番構成もできるようになります。 提供資料としては、まあ、いつもこれ配ってるんですけどパーツブック基本説明パターン等ですねこれは後で紹介しますであとは答案合成ができれば答案用紙に落とし込むという作業が必要です時間内での答案用紙の展開力の要請ということになりますねでえー、これも 実際、あのー、基本説明パターンの出力を向上して、まあ、いわゆる本当に基本のパターンでどう書くかを決めたもんですねでこれは規範というのを含めたパターンを作らないといけないのは結構難しいけども今回全部資料を刷新してですね用います。で答案構成のパターンを習得して毎回書いていただいてで採点答案をまあその 得点をですね。記述法を教えますのでで、その記述法同士になっているかというのをまあ、採点表と採点等案に基づいてフォローしていただければ、これも解決できるということになりますね。だから、この4ステップをね、えー、習得していただくゼミでと考えてもらったらいいと思います。特に。ここですね。これがちょっとね。大きな課題なので。 まあゼミではこの部分についてもものすごくね力を入れますでそのために資料とかもかなり刷新をして臨みますということですねまあ私がゼミに臨むということですねで次にじゃあその具体的に今、まあえー、習得すべき事項をお話ししましたけども具体的に知識を獲得しないといけません入れるというのは頭に定着させるってことですねあとはちゃんと理解しないと書けない でまあ、これ江口メソッドでいつもやってることですけどもキーワードの圧縮も落とし込んで本質に落とし込むで理解も深まるし覚えられるさらにそれを引き出すトリガーですね、まあ、趣旨も含めてそうすることによってここがですねものすごく、えー、しんどいところがだいぶ楽になります。まあ、頑張ってて勉強しももらう必要はああるけども、まああふれ いいっぱい、ねえー、たくさんの知識が、えー、情報がある中で、まあ、必要なものだけ選別して頭に入れやすくなりますよということですね。で重要テーマにかとか判例の趣旨とか要件効果これを習得しないといけないんだけども、まあ、これ一問使うパーツブックという一,一元化した資料ですね。でまあこれ先週要件の例ですけども、あのー、資料を探しまくる判例とかってあってもねでそれ困るわけですよ。だから趣旨とと要件と 解釈っていうのが一元化されているこれがもうほぼ全テーマについて「えー、特実いい章ですね、えー、作成しているのでこれは一元化した資料に使っていただけるということです。発明の範囲にしても判例の解釈と理由がありますね一元化してたら常に時間をかけずにそこの参照ができるということになります。 次に基本要件の出力習得ということで特本に問ですねだからその題がすごく難しいという話をしましたけどもここで大事なことはねあの規範と必要なところを引用した規範とそれから当てはめっていうのが必要なんだけども規範もを条文の内容さま,まを持つとねものすごくこうボリュームが大きくなりすぎて書けない。だから必要な範囲 っていうのを抽出しないといけないから事前準備というのは絶対に必要になってきますね。じゃあどうするんだっていうことですけども受験生の人にまあ独自でですねそれを書き、えー、なさいって要求するのはかなり酷なんですね難しいところがある。だからこれを全部こちらで用意してですねで、えー、それに基づいて各、えー、練習をしていただくということなんですね。だから。 パターンを決めて一番いい三段論法の書き方っていうのを学んでいただくと時競なんか本当に一問一答なので時間内でまあかなりのボリュームは要求されるけども、まあ、かなり他の受験生に比べるとここを習得することによってめちゃめちゃ有利になるし点数も取れるだろうということになります。あとはね典型パターンですね。まあ、答案構成ののパターンっっててあるる程度決まっているので そういう典型パターンどんなパターンで書いたらいいかっていうのも事前に習得しておくと答案構成がすごく早くなりますなのでまあそこもしっかりと資料を提供してですね、えー、抑えていきたいと思いますあのベテランの人ってねやっぱり答案構成を作成するのがすごく早いんですねで、それのメカニズムって一体何かというとねやっぱりパターンがね、えー、長年勉強して書いたりしてると頭に入っていくわけですねだから。 そこの入っていく過程を時間をかけてどんまあその来た時に積み上げるというよりももう事前にねえどのターゲットが必要なのかっていうのを決めておいて頭に入れた方が絶対に早いんですね。なのでまあそれをまあしっかりやるというのは答案構成の典型パターンというのを提供するということになります。あと過去問ですね。これも 本試験レベルに全部今書き換えていますで前はねもうちょっと短く書こうという話だったんだけどもやっぱり三段論法というのはきちっと要求されるで常に三段論法で全部書けるかというと難しいですね時間がない時もある。だから三段論法で書くとしたらこうですよ。で時間がない時はその問題によってはね規範価がなくてもそれなりに点数がガ,ガチッと取れるものもある。だから 三段論法で書く場合と時間がない場合にそこは省いて書く場合ですね。これそんな切り分けなくてもあのうまく資料をまとめればこの部分だけ書くで、えー、本題だけ書くあるいは三段の、えー、規範を入れるということがまあ今資料を作っていてわかるのでまあそれを提供します。だからまあ基本レジュメのパターンとまあ過去問で これの集まりですねどうなったあるのかっていうのが分かるので、まあ、そこを中心に、えー、説明をするということですね。ただあのゼミなので本、えー、本ちゃんというかね、まあ、本筋はここですね。いわゆるこう毎回ですね当連で新作問題まあまあ過去もベースで、えー、トレンドを含めて取材されます。でかなり あのパンフレットにも書いてますけど、的中してます。ただ大事なのはね。問題的中しても、じゃあ、その得点が取れる書き方ができてるのか。っていうと、かなり疑問なところもある。なので、まあ、本試験のベースですね。この形のものをいかにやり込むかで、他の受験生と絶対差別化ができます。三段論法での詳細答案構成。 で採点表に基づく詳細な、えー、採点をしますよってこういう話ですね。で具体的にはね例えばそのこれがね採点表なんですよ。であの、まあ、レックの。 模範答案というのはありますね。で、それ全部見直して、こういう形に落とし込んで、で、下線部分が。これ規範なんですね。だから規範をどういうふうにまとめたらいいかっていうのも。条文そのまま写したらいいっていう話じゃないので。事前準備が必要だという話をしましたね。だから、そのレックの。その。問題。で、模範答案あるんですけども、それを全部答案構成の形。で、これそのままも書いたら全文が原になります。で。 その横に個々にえ配点をつけて皆さん受講をいただいた方の答案についてね。これ、全部チェックします。だからどこが正しくて、どこが間違ってて。では規範はどう書くべきだったのか？で、事案の当てはめはどう？あるべきだったのか？っていうのを一目瞭然にわかるという形に持っていきます。で、これもかなりね資料作りがしんどいんだけども。 まあ今の本筋ですね本試験の本筋に沿った形で、えー、採点をしますのでまあなかなかここまでねトレンドでついてこれてるところっていうのは、まあ、そんなないんですねだからまあ非常に私のゼミに受けていただくと、まあ、今年の受験生もそうですけどもかなり有利だったらともともとこういうのは予想できてなのでかなりゼミの,、えー、の中ではねこの三田のボの演習も実はやってたんですね。 ということでこの採点表っていうのがまあまあ目玉といえば目玉だしこのそのベースの基本説明パターンの学習これも非常に重要になってきます。はいじゃあねあねとはね答案への展開というのはここ一番大事で当連、ね、で,で一番まあゼミで一番勉強していただくことは実際に書いてもらうということなのでまあこれ重複しますけども模範答案拝点表による採点ということでえー ここを全部書き換えて、先ほどの配点表で。レック買取量を徹底的にブラッシュアップしますと。で。到達点を徹底的に理解する。と、というのは、どこまで書いたらいいのかっていうのは、一番難しいところなんですね。で、本試験基準に沿った。よりきめ細かな。高精度な。徹底採点。で、採点の公表っていうのを、その後、つけます。 でこれによって、えー、そのまま書けば本試験で点数が取れるというところも徹底的に目指しますす習得すべきこれもその得点にならないようなその模範答案を一生懸命勉強してもねこれ得点にならないわけですね。だから本来問われている平易な問題でも題が何かっていうのは実はめちゃめちゃ難しいと。 これはもういろんな、えー、解析からもうほぼ分かっています。であとはねこれね、まあ、ゼミはねもうぜひとも私のゼミはおすすめなのはもうひ非常にこれ作るの大変なんですよ。もうあの毎回その、えー、三段論法の形にして配点表を作ってねで得点、えー、を小刻みにつけて採点するいうのは大変です。だから 度返ししで時間投入してるっと言ってとっますね実際そうなんですよ。でね「あの顔採点モチベーション」って書いてますけども結構ねやっぱりこう知らない人の,あの答案、ね、をつけるのはあんまりモチベーションで分かんないんですけどもゼミの場合も顔とね答案が一致してるのであこの人はこれぐらい書いてるなとかあここ分かってないなっていうのが分かるとねもうすごくモチベーションが上がってくる。で特に あのだんだんその実力が上がってくるとねまあよりですねだから、まあ、この採算度外視いうのができるのとやっぱり徹底的にいいものを作りたいっていう意識がね私の方向でありますから、まあ、そこで、えー、このゼミというのが成り立っているわけですね。なので、まあ、自信持って、えー、おすすめできる内容になってます。 とモチベーションですねこれ自宅でかなり学習してもらわないといけないんだけども学習しややすすすくするってことをやりますもちろんねただ各界気合を注入するこれはやらんかいっていうきついことは言いませんだけど、まあ、頑張ろうという話ですね。であの指摘事項もねそんなあ個性合あせーとかそういう話は言わないけどもまあやっぱり課題とかね、えー、本来どういうふうに向いたらいいのかっていうことは、まあ、毎回ね 答案の返却時とかまあ今コロナでねあまり個別面談というのはできないですけども収まったらそういうこともしていきたいと考えています。でえ個別コメントもまああの返却時にはね何通かずつね時間がないけども毎回やってるんですね。で勢いが強い年は多数が合格するというとでみんなが頑張ってもらえるとねなんかこうすごく活気が出てきてみんな 合格者がすごく多数出るんですよ。で、まあ一年目の人がね、まあ七人ぐらい受かったりする時もあります。まあだからそれ特典に勉強つながるところだけしっかりやられてるからなんですね。で、特にまあ一年目の入門の人の話をしましたけれども、初階科初学者にも対応します。で、これね、たくさん合格しているのはやっぱりね、一年目でね、ゼミできちっと 全範囲を勉強してくるっていうのは担当もあるから大変なんですねだけど毎回ですね出るとこここですよっていうのを教えるでそこだけ勉強少なこともしてきてまあそこで書いてねっていう話になるとそんなにも負担になりませんじゃあそれでね、えー、出るとこ教えてもらって実力つくのかっていうとねこれつくんですよ。あの論文っていうのは、えー、というかゼミはですね 書いて何本ものなんですねだから知識があってじゃあ知識をそこで書けないから解説で知識を入れるんじゃなくて前もって知識を入れといてそれを答案にいかに反映するかここを練習するのがゼミなんですねだから出るところをですね事前に教えておいて頭に入れてもらってそこに書く練習をするでその時点でねものすごくそのテーマに関しては理解度というのが上がりますで1年目の人でねもう 範囲を決めて、えー、その範囲は担当試験で出るところなんですよ基本的にねロムネ出るところだからで頭の中に定着してあとフォローちょっとしてもらうとその問題を結構ね習得してもらえるんですねで毎回毎回習得してくるとまあテーマって結構何回かあるから必ず的中しますでパンフレットで的中するって自慢自慢してるというかねあの宣伝してることが当たり前なんですねあんだけ出したら的中するやろと。 だからそのテーマテーマをちゃんと理解してもらうっていうことはものすごく大事なことで毎回あのぼやっとした勉強して解説聞くよりもテーマを、えー、事前に勉強してきて書いてもらう方が密度が濃くなる。で負担全然負担全然ないことはないけども決まってますから担当試験も十分勉強できます。 でさっっきも言ったように担当にも極めて有利だし1年最終合格あと「<laughs> ゼミでの講義」は講師などとのディスカッションって書いてますけどまあ私がは語りかけたり、まあ、説明したりね、まあ、そのもうきつくでこう「ああや」ってこんなことは言わないですだけどまあいろいろ対話することによってね見えてくるものもある。で論文のパフォーマンスが上がらない受講生には確確に課題抽出というのができます。 で、ここはね、あの質問されて、まあ、あまりね、むちゃむちゃ質問はしないですけども。まあ、こうこうですよ、ああですよって言われてね、別に恥ずかしがること、何もないんですね。で、言われた、あるいは指摘して、自分が分かったところを克服しすれば、実力は確実に上がるわけです。で、何も、あの、話だけ聞いてね、なんか課題がよく分からないなっていうことを続けていっても。あまりね、この得点につながらないんですね。 まそこをよく理解していただいてで学習の方向性をまあゼミで是非とも理解してください分かっている人もそれでいいんだけどねで真の理解にこれれをやればつながりますあとはねあの大体講義で理解してもらえるんだけども、まあ、ある程度のスピードでいく場合もあるなので、まあ、メールでベースでね、まあ、あのその場で質問してもらってもいいんだけど、まあ、時間的に限られてるから。 ま、一般的なことはわからんところはメールでフォローします。で、どうしてもわからんところはとか、まあ、あの、もうちょっと深掘りしたいというときは直接聞いてもらったらいいということになりますね。だから常にメールでフォローするので、まあ、安心してください。なので、まあ、入門講座の方はね、えー、今インプットの講義を受けていただいてますけど、その真のアウトプットで、まあ、論文をガチガチにやるというよりも、まあ、論文の方。方針 書き方ですね。をピンポイントで理解して担当の実力もアップするんですね。で、えー、ある程度2年目3年目の方ねっていうのは特に本試験の本来のトレンドここを理解してもらって徹底的にね、えー、資料も提供して方向づけをしますので絶対実力が上がるし、えー、合格にもつながります。ぜひとも、ねえー、受講いいただいて えー、最終号を勝ち取っていただければと思うのでまあゼミに来てください。じゃあちょっと長くなりましたけれどもこれで解説は終わります。